ザ・ナショナルはアメリカのインディーロックバンド。1999年にオハイオ州シンシナティで結成され、2007年のフォースアルバムボクサーで世界的に知られるようになり、2010年のフィフスアルバムハイバイオレットの成功で北米インディーシーンを代表するバンドとなる。6スアルバムトラブルウィルファインドミーは前作に続き全米チャートで3位を記録。 第56回グラミー賞のウルタナティブミュージック、2016年には、レオナルド・ディカプリオ主演の映画、レベナント・ソ・エリシシャのサウンドトラックをドイツのエレクトロニックアーティストのカーステン、ニコライや坂本隆一と共作したことが話題となる。2017年には、セブンスアルバム、スリープウェル・ビーストをリリース、前作に続き、第60回グラミー賞にノミネートされる。 2019年には、エースアルバム、I Am EG 2 FIND を発表した。オシアがフェスティバルに出演する、ザナショナル2001年、セルフタイトルのデビューアルバムをリリース。同アルバムは、デスナー兄弟らが設立した、ブラスランドレコーズの最初のリリースでもある。2003年にセカンドアルバムサットソングズフォーダーティー、ラバーズ2004年に EP のチェリーツリーをリリースした後、 ベガーズバンケットレコードと契約する。2005年に発売したサードアルバムアリゲーターは評論家に絶賛され、続く2007年リリースのフォースアルバムボクサーは全米68位を記録した。その後、ベガーズグループの再編に伴い 4AD に移籍。2010年にリリースされたフィフスアルバムハイバイオレットは全米3位、全英5位を記録し、ブレイクを果たした。 2013年5月、シックススアルバム、トラブルウィル・ファインド・ミーをリリース。アメリカでは、発売初週に7万5000枚を売り上げ、ビルボードを200チャートで3位にランクインした。ボーカルのマット・バーニンガー、フロントマンのマット・バーニンガー、と、双子のデスナー兄弟、そして、デベンド・オフ兄弟からなる5人組である。詳細は、英語版、EN、ザ・ナショナル・ディスコグラフィを参照。 ありがとうございます。